世界的名手が日本競馬に来日、騎乗スタイルの変遷。日本競馬の秋シーズンは外国人ジョッキーたちが多数来日するシーズンでもあります。日本競馬の賞金水準は世界的に見ても非常に高く、ヨーロッパの競馬シーズンが終了することもあり、世界的な名手も多数参戦し、質の高いレースが展開されます。この制度は短期免許制度というもので、日本へ来日しての騎乗を期間限定で認める JRA の制度です。日本のジョッキー界も現在はクリストフルメール騎手やミルコデムーロ騎手など通年免許を獲得し、日本のジョッキーとして活躍する騎手もいます。今回は急速にレベルアップするジョッキーの技術についてフォーカスしていきます。モンキー乗りと天神乗り。現在のジョッキーたちの基本スタイルはモンキー乗りと言われるスタイルです。モンキー乗りは前傾姿勢で乗るためにあぶみを短くし、ジョッキーの背中と馬の背中が平行になるような騎乗スタイルです。18世紀のアメリカ人騎手トッド・スローンが考案したスタイルで、その様子が枝の上の猿のようだと言われたことからモンキー乗りと呼ばれるようになりました。モンキー乗りは20世紀初頭に世界へ普及しましたが、日本でモンキー乗りが一般的になるまでには戦後まで待つことになります。日本においては天神乗りと言われる騎乗スタイルが一般的でした。天神乗りはあぶみを長く持ち、背筋を伸ばして馬の背と垂直にまたがった騎乗スタイルで、時代劇の騎馬シーンのような乗り方です。天神乗りは安定性が高く、馬に対してコントロールを効かせやすい反面、馬の背中を痛めやすいという面もあります。戦前の日本競馬に関して言えば、日本馬は反応性が悪く、コントロールすることが重要であったため、一部の外国人ジョッキーがモンキー乗りを披露していましたが、一般に普及するまでにはいきませんでした。日本で初めてモンキー乗りを実践したのは、1907年に来日したオーストラリア人騎手コッフェイとされます。ただし当時の日本の競走馬は、欧米の競走馬よりも騎手の命令に対する反応が悪く、コッフェイはあぶみを長くして騎乗していたため、モンキー乗りと天神乗りの中間というべきスタイルであったそうです。この乗り方は赤石徹、徳田三郎、三馬勝一、伊藤勝吉、中村和夫ら日本人騎手によって模倣され、戦前の騎手教本にも最善の騎乗法として紹介されています。本格的なモンキー乗りを日本に広めたのは、1958年に白地からのアメリカ遠征に同行した安田隆義です。安田隆義はアメリカで習得し、帰国後にそのスキルを伝えたことから、安田が日本におけるモンキー乗りの先駆者とされています。海外武者修行の旅。戦後の日本競馬は海外への憧れ、先進的な競馬技術を海外から取り入れるという時代でした。特にジョッキー界では岡部幸男、武豊など時代を作った名ジョッキーが海外武者修行を行うことでスキルアップを目指しました。まず岡部幸男ですが、20世紀後半から21世紀初頭にかけて中央競馬のトップジョッキーとして活躍した人物です。彼は特にアメリカ競馬を目標としました。アメリカ式のモンキー乗りを自らの騎乗スタイルに取り入れ、無知の持ち替えなど彼が習得したスキルを日本に持ち帰ることで、日本人ジョッキーたちはそれを模倣することでレベルアップしました。モンキー乗りはレーススタイル、地域によって独自の進化を遂げています。アメリカ競馬は土のようなダートコースのトラックコースでの競馬がメインで、レーススタイルはスタートから全開で進むようなハイペースのレースが一般的です。そのためジョッキースキルとしては、スタートからスピードに乗せること、いかに空気抵抗を抑え速く走らせるか、タイトにコーナーを回るかという部分が問われます。そのため基本的には騎乗姿勢を低くし、馬の背中にへばりつくようなスタイルが一般的で、ジョッキー自身が上下動して強いアクションを馬に与えることはしません。上下動をすればそれだけ速く走るという要素は薄くなってしまいます。一方ヨーロッパでは事情がかなり異なります。ヨーロッパの競馬は自然のままの芝コースがほとんどで、起伏が激しく芝の長さも長いため非常にタフな競馬となります。レーススタイルとしてはスローペースで流れ、ゴール前での伸びとスタミナが問われる競馬になりがちです。そのため最後の直線でどれだけ馬を反応させられるか、踏ん張らせることができるかという部分がジョッキーの腕の見せ所となります。スタートのスキルなどはあまり問われません。このためゴール前で激しく追えるジョッキー、馬を踏ん張らせることができるジョッキーが良いジョッキーとされます。騎乗スタイルとしては、馬の背中の上で激しくジョッキーが上下動し、お尻で馬の背中を押し込むような姿が印象的です。鞭を大きく振り上げる風車鞭などもヨーロッパやオセアニア特有の乗り方といえます。日本競馬界のレジェンドである武豊ジョッキーも海外武者修行を何度も行いました。
武豊の海外初騎乗はデビュー3年目の1989年の夏、稲荷湾のオーナーがアメリカに馬を持っており、その馬の騎乗を依頼されたことがきっかけでした。同年9月2日、アーリントンパーク競馬場でグランマジーに騎乗し勝利。海外デビュー2戦目で海外初勝利を挙げます。以降は年末年始や夏はほぼ毎年海外へ渡航し、アメリカ、フランス、オーストラリア、ドイツ、イギリス、UAE、香港、韓国、サウジアラビアの9カ国で勝利を挙げています。2000年には夏シーズンをアメリカの西海岸を本拠地として長期遠征を行います。アメリカ西海岸を選択した理由について、世界を代表するトップジョッキーが集うアメリカ西海岸の競馬で自分の腕を試してみたかったと語っています。ハリウッドパーク開催から本格参戦し、夏のデルマー開催では人気薄の馬で勝利を重ね、当地のメディアにアナジョッキーと紹介されるようになり、存在感を示しました。しかし11月になると騎乗馬の確保に苦闘し、厩舎への営業活動が増えます。しかし武はアメリカ長期滞在を決断したことについて、ほんの1ミリも後悔していません。悔しさとかもどかしさとか、勝てない乗れないというジレンマも含めて全てがいい経験ですと前向きに捉えていました。2001年はフランスに長期滞在を行います。同年3月のロンシャン開催から本格参戦し、4月15日には G3 のグロット賞で重賞制覇、凱旋門賞でもサガシティに騎乗し3着に入る健闘を見せました。最終的にはフランスで G1 勝ちを含む35勝を挙げ、十分すぎる成績を残しています。このような世界を股にかけて活躍するジョッキーが日本競馬界から登場したことは、日本競馬界にとって世界基準に追いついている証拠の一つとなりました。武豊はまさに日本競馬界に一つの時代を作ったレジェンドであり、彼が海外との差を着実に詰めていったことは、もしかすると一番評価されるべき点かもしれません。地方競馬特有の乗り方。2002年以降、 JRA に地方競馬で実績を積み重ねたジョッキーの移籍制度が整備されるようになりました。この制度を利用し、笠松競馬でカラスの鳴かない日があってもアンカツの勝たない日はないと言われるほどの実績を上げていた安藤克美ジョッキーや、園田競馬の2本柱としてしのぎを削っていた岩田康成ジョッキー、小牧太ジョッキーなど、地方競馬の名手が次々と中央競馬に移籍しました。彼らの乗り方の特徴としては、激しく追う力に優れるという点です。地方競馬に所属する馬は中央競馬に比べて能力的に劣る馬が多く、ジョッキーに言わせると動かない馬がほとんどです。そんな馬を地方競馬の深いダートコースで走らせるということになれば、少しでも反応させるために激しく追うという答えになります。スタイルとしてヨーロッパに近いスタイルで、ジョッキーの体を上下動させ、お尻で馬の背中を押し込むといった追い方が共通の特徴です。スローペースで流れ、直線で瞬発的に馬を反応させ、一気にトップギアに加速するレースが増加していた中央競馬では、直線で瞬発的に馬を反応させるという意味で、この乗り方は大きな効果を発揮しました。安藤克美ジョッキーや岩田康成ジョッキーは、G1 の舞台でも活躍を見せ、地方競馬出身ジョッキーは乗れるという印象を与えたのです。特に岩田康成ジョッキーは非常に激しいアクションで、馬の上でダンスしていると言われるほど上下動が激しいフォームが特徴です。 JRA 生え抜きのジョッキーたちもこの乗り方を模倣する動きが出ました。 JRA 生え抜きでトップジョッキーとして活躍する川田優雅ジョッキーは、デビュー当時から地方競馬に近い乗り方を取り入れ、現在も激しいアクションでの追い動作で有名です。現在ではある程度体を上下動させながら追うジョッキーは増加しています。世界的名手との戦い。さらに JRA は外国人ジョッキーの通年免許制度を解禁し、よりジョッキーにとってはタフなレースが展開されるようになっています。レーススタイルも変化しています。芝のレースでは1990年代に見られたようなハイペースで流れての消耗戦というレースよりも、スローペースで流れてラストの末脚比べといったレースが増加しています。日本競馬においては末脚の鋭さが非常に重要視され、ジョッキーには強烈な末脚を引き出すために、前半で馬と折り合う能力と最後の直線で激しく馬を反応させる能力が重要視されています。その証拠にダストサンハロンの上がりタイムはどんどん速くなっており、コース形態にもよりますが、33秒台あるいは32秒台を出さなければ勝てないようなレースが多くなっています。時計が出る馬場での末脚比べという世界のどこにもない日本だけの競馬スタイルとなっており、短期免許で来日したジョッキーにはその部分にいかにフィットできるかが求められるようになっています。このレーススタイルにフィットできないジョッキーは、世界的な名手といえどなかなか成績を残すことは難しくなっています。
日本のジョッキー界という意味では確実にレベルは上がっており、馬を操作する、コントロールする技術や追う技術、さらには折り合う技術などは世界トップレベルと考えても良さそうです。ただレベルの高いジョッキーが増えたということは、これからデビューする新人ジョッキーについて言えば、少ない騎乗機会でチャンスをものにするという部分はこれまで以上に求められそうです。このことは日本競馬界の未来を考える上ではしっかりと考えていかなければなりませんが、競争原理が働いていることが質の高さを担保しています。武豊のように海外でビッグレースに次々と騎乗する日本人ジョッキーの育成も必要で、こういった世界的な名手が出てくることが競馬先進国であるという一つの証とも言えます。今後はそういった日本人ジョッキーが誕生することを心待ちにしたいと思います。